今日も平和なバーチャル大霊界。しかし、ここに今、危機が迫ろうとしていた。あ、大変だ。ゲームしなきゃ。バチャイゲオは、ゲームをひとしきり楽しみ終えることで、無敵の巨人、バーチャルイーゲーマーへと姿を変えることができるのである。愛ってなんだろ。愛ってさ、恋とはやっぱり違っててさ。この青空を見てよ。綺麗だね。昨日までの雨が嘘みたいじゃない。うん。少し湿ったこの空気も悪くないし、私はとにかくさっきまで上機嫌だったわけ。ところが、この私が首？かわいそう。なんで、どういうことよ、説明して。あのね、説明の必要はないと思うけど。あ、顔の良い男。みつるちゃん、あの子誰？ああ、エツシ君。エツシ君って呼んだ。ちょっと、ナナコ、どこ行くのよ。素敵。今付き合ってる人いる？え？僕？うん、いるよ。いるんだ。マジでかっこいい。顔がいいもんな。あ、でもね、今夜時間あるでしょ？飲みに行こうよ。え？うん、いいけど。いいんだ。ウソはどっちよ。ちょっと見たからっていい気になって。顔の良い男としっぽり飲み明かしていたはずが、殴り合いになった。これだからわからないね、人生。おわエツシ君、すげえ。送ってくれてありがとう。ねえ、エツシ君。ん？キスしたい。わお。じゃあ、さっきのかっこいいパンチに敬意を表して。おう。イエスイエスイエス。すげえ。垣間見ちゃったよ。大人の恋ってやつを、結構、ときめいちゃったかも。もう一話やるか。で、どうしたのよ、その後。いくらときめいても、良いわけですからね。いや、それ愛は誰にも、邪魔できないのだから。言われたの？私が言ったの。ナナコらしいわ。私、絶対頑張るからね。あら、エツシと死んだわ。え、ちょっとマーコ、知り合いなの？割と珍しいタイプのカップルよね、あの二人。カップル？カップル？